どうも、車買うチューバーワンソクチューブです。今回は、日刊自動車新聞用品大賞2022で、ドライブレコーダー部門受賞しました、セルスター工業株式会社さんの CS361FHT。こちらの360度プラスリア録画、前方、車内、後方の3カメラ搭載のドライブレコーダー、こちらをご紹介させていただきます。セルスターさんといえばね、昨年2021年も日刊自動車新聞さんの用品大賞2021でミラー一体型のドライブレコーダーで受賞されてましたが、2年連続で今年も、ドライブレコーダー部門で、受賞ということです。今回はこちらの、前方、車内、後方の3カメラ360度プラスリア録画のドライブレコーダー、こちらが受賞しているということです。最近はね、もうドラレコはもうどの車にも大体ね、納車されたら当たり前につけてる人っていうのが多いかと思うんですけれども、こちらのねセルスターさんの、ドライブレコーダー何がね、優れていて用品大賞を受賞したのかというとですね、まあ、そもそも、前方後方プラス車内ということで360度をカバーしていると、プラス、リアのカメラは別付けで、ついていて、リアのね煽り運転とか後方からね追突されたりとか、そういうシーンでもしっかりね後ろが撮れているというのが重要になりますが、車内だけじゃなくてね、リアカメラが別についているというのが、まあ、特徴となっています。車外の前方がね、水平で 188.6 度と、垂直でも 102.8 度ということで、もう、前はね、180度以上で撮れていると。で、しかも車内も、同様に 188.6 度撮れているということで、360度以上をしっかりカバーしていると。さらにね、別体の後方カメラ、こちらは水平 117.9 度ということで、こちらも広角をカバーしているということで、ほんと前方車内後ろと360度プラスリアも録画できてるってところがすごいんですよね。もちろんフル HD の画質をカバーしているということです。しかもね、車内側のカメラはですね、暗視カメラ、赤外線 LED 搭載となっていて、夜間とかね、駐車時でもしっかりクリアに、撮れるということで、まあ、盗難とかね、車上荒らしとかにも対応していると。まあ、ただですね、駐車中の録画監視はですね、別付けのキットが必要となります。常時電源コード、まあ、あの車内のバッテリーから引っ張るやつですね、こちら GD541 というのが必要となってきますので、そちらをね別途お買い求めいただくか、買うときに駐車監視用の電源キットもくださいと言って、まあ、カー用品店で取り付けしてもらうという必要がありますけれども、それをつければね、駐車監視モードもついてきます。で、これが車内監視用のカメラですが、この周り4つついているのがですね、これが、まあ、赤外線ということで、まあ、これで照らされていることで夜間でもくっきりはっきり車内が撮れるということで、これね車内の様子挟んでおきたいと思いますけれども、私が運転してるのとね、家族、父側母側とかがね映ってるのがしっかり後席までくっきり見えてるかと思います。まあ、これならね、万が一例えば車上嵐にあった時とか、あとはなんか煽り運転でなんか運転席側からオラーって言ってなんかやからにねボコられたりとかしても、しっかり証拠が抑えられると、夜でもしっかり抑えられるっていうのはね、この赤外線カメラついてるからですね。やっぱり最近はね、前方だけじゃちょっと足りないと、後方が撮れてて煽りがねしっかり録画されてるっていうのも必要になってきますし、さらに、自分がねなんか殴られたりとか、窓ガラス割られたりとか、車にねいたずらされたりとか、なんか蹴られたりとかしたっていう時も、横がね映ってることによって証拠が抑えられると、あとは自分が殴られた場合は傷害としてね、訴える場合にも証拠となると。やっぱり車外だけじゃなくてね、車内も映ってることで証拠になるというのが、まあこれから大切になってくるかと思うんですけれども、こちらの、セルスターさんの、ドライブレコーダー360度プラスリア録画の、ドラレコだったら、まあオールインワンで、前方後方と車内も撮れるというところがね、評価されているんだと思います。でね、これ360度をですね、前方のカメラそして車内のこのねカメラで、撮って録画しておくことができるんですが、それをね360度ビューアーとして、見ることもできるんですね。ここ360度パノラマ再生ダウンロード対応と書いてありますが、専用のアプリを PC、 まあこれ Windows 専用となりますが、これにダウンロードすることで、360度をね、こうグリグリ回して、見ることもできると。ダウンロードとなりますけれども、ついていると、まあ見やすくなるという感じですね。まあだからなんか YouTube とかね、動画のなんか Vlog とかを撮る場合もね、そういう360度でぐりぐり回せる、
映像として使うこともできるというのは、これなかなかユニークじゃないかなと思います。もちろんね、ドラレコとしての画質にもこだわりがありということで、ナイトクリアバージョン2というね、スタービス IMX307 っていうね、 CMOS イメージセンサー用の技術が搭載されているということで、夜でもくっきり映ると。しかも HDR でね、ハイダイナミックレンジ搭載で、まあ、あの画像合成技術によって、まあ、急激な明るさの変化が生じても白飛びや黒つぶれを低減して録画しているということです。でこちらのね、エセルスターさんのドラレコにはですね、 GPS も搭載されているので、 GPS と連動してですね、ドライブ中に危険なエリアを警告音と画面表示でね、事前にお知らせしてくれると。私も使ってましたが、あの取締りエリアですとかね、オービスが近くにありますとかね、あとゾーン30とかね、事故多発エリアとか、そういうのもこのドラレコが教えてくれると。しかもね、ここにやっぱ液晶がついているので、これでね、表示して教えてくれるっていうのはね、わかりやすいですね。で、しかも、GPS のデータが無料で毎月更新できると。まあ、PC でね、マイクロ SD カードで、ダウンロードする必要はありますけれども、無料でそういったね、GPS データ、要はオービスの位置とかがアップデートされると、これは地味に嬉しい機能じゃないかと思います。だから別途ね、わざわざレーダー探知機とかを買わなくても、これでドラレコと、しかも車内も録画できる。ドラレコも一体になってると。いや、これ、嬉しいですよね、地味にね。で、スーパーキャパシタ搭載ということで、事故とかでね、衝撃で電源ケーブルが外れてしまってもちゃんと録画されているというところで、そういうところも安心ですね。で、やっぱりセルスターさんがいいのは、安心安全の日本製なんですよね。最近、海外製、特に中国製とかの、まあ、ドラレコとかね、デジタルインナーミラーとかも増えてきてるんですが、やっぱり日本製にこだわりたいというね、私もやっぱ日本のものづくりを応援したいと思っていますので、そういう方も多いんじゃないかと思いますが、セルスターさんはやっぱジャパンクオリティと書いてありますけれども、自社で三重の工場で一貫生産しているということで、しかも壊れてしまったりとかしてもアフターサービス3年保証ということで、これはやっぱ日本製だからこそ実現している品質と、さらに3年も保証してくれるというのはね、結構嬉しいポイントだと思います。で、これもね、毎回すごいなセルスターさんって思うんですけど、交通事故で万が一このね、ドラレコがね、壊れちゃったっていう時には、なんと買い替え保証金まで出ちゃうということで、まあ、ウェブのね、登録が必要ですけれども、ドライブレコーダー購入及び、使用者がドライブレコーダーを設置した車両でレッカー搬送を伴う交通事故に遭われた場合、ドライブレコーダー再購入費用及びその諸費用を補填する目的で、ドライブレコーダー協会から一律4万円の保証金が支払われる制度ということで、なんか万が一ね、事故を起こした際にも4万円支給されるという、こういうサービスもついてると。万が一事故に遭ってしまったとしても、またセルスターさんを選びたくなるというね、こういう制度とか、あと日本製とか、そういうところがね、こだわってるポイントとしてはいいんじゃないかなと思いました。まあ、実際にね、録画された映像をこちら映しておきますが、まあ、綺麗に撮れてますよね。まあ、180度前方カバーしてますし、車内も昼間でも綺麗と、そして夜間でも綺麗と。まあ、リアはちょっと熱線が、エクストレイルの場合は、チラチラしてますけども、まあ、画質的には問題ないかなと。夜間もナイトクリアバージョン2というのがね、前方とリアも両方とも入ってますので、まあ、光量の少ない夜間とかでも明るく映ると。まあ、ただナンバープレートまで読み取れるかっていうと、まあ、なかなかちょっと後ろでライトがね、照らされてヘッドライトの明かりでちょっと飛んでしまっていて、近づけば見えると。まあ、煽られて近づかれたりとかすれば、まあ、結構映るんじゃないかなと。で、設定なんかもね、この設定モードで、この車外カメラ設定ってやると、この HDR、ナイトクリア1、2、3、さらにノーマル、HDR、ナイトクリア1というような感じで選べますが、まあデフォルトだとこの、ナイトクリア1になってます。これがまあ一番バランスがいいんじゃないかなと。3まで行くとちょっとノイズがね、乗ってきてしまいますので、HDR プラスナイトクリア1ぐらいがまあいいんじゃないかなと思います。まあ、これね、リアカメラとかも、車内カメラとか、あと別体カメラっていうのがこれリアですけれども、それぞれのカメラで、設定できると。かなりね、細かく設定できますね。あと、クイック録画モードっていうのもありまして、まあ、これ常時ね、前方と、リアが録画されてるわけですけども、この赤いボタンを押すと、はい。
このように今撮ってますという感じになります。まあ、何か、事故が起きたりとか、なんかトラブルがあったりとか、なんか決定的瞬間があるとか、なんか虹がかかってるとか、そういう時にはこの赤いボタンを押せばね、しばらく録画しておいてくれるという機能もあります。もちろんね、モーション検知、衝撃検知で、何か衝撃があったりとかした時には自動で、録画されて、で上書きされないように、まあ、保護してくれるっていうね、イベント録画ファイルっていうのがね、取っておかれるようになっています。まあ、その辺はね、他のよくあるドラレコと同様にですね、使い勝手の方は、バッチリという感じですね。といった、日刊自動車新聞さん用品大賞2022のドライブレコーダー部門で、受賞しましたセルスター工業株式会社さんの前方車内後方3カメラ、360度プラスリア録画、ドライブレコーダーの CD30、CS361FHT、こちらを紹介させていただきました。気になっている方はね、公式ホームページの URL を下の概要欄トップコメント固定で貼っておきますので、そちらからね、価格とかはオープン価格になってますので、そちらからチェックしていただければと思います。これ購入してもね、やっぱ配線とかが大変なんで、カー用品店さんとかで、購入して取り付けてもらうのもいいんじゃないかなと思います。はい、といった感じで、安心安全の日本製、さらに3年保証、しかも、事故って壊れてしまった時にも買い替え保証制度4万円ついてくるという、セルスター工業さんの、ドライブレコーダー CD30、 そして CS361FHT、 こちら紹介させていただきました。車でもカー用品でもね、欲しいと思った時は買い時ですからね、好きなもの買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を知っている車買うチューバーワンタップチューブ、次回もお楽しみに。